します。毎度。コメント返し動画になります。そうか。リュコランブのチートが見たいです。やっぱり一撃必殺ですか。では、やってみます。うん。ロー。ちょっとネタバレになりますが、これダメージ値を変えられるんですよ。ダメージ値？例えば、残裂剣は40です。残裂剣！気力少ない時は30ですけど、うん、これを200とかに変えれば、倒せます。弱パンチは8です。これも変えると、倒せるので、要するにこれを変えてたってことです。そういうことか。じゃあ何回もループする必要ないじゃん。実はそうなんです。なんですけど、あんまりやってないとね、動画的にどうなのかなとも思いまして。まあそうか。ちなみに1も一緒です。リュコ1も同じ仕様なので。そうなんだ。外伝は？外伝はどうなのかな、ちょっとわからないです。そうか。じゃあ帰るか。ご視聴ありがとうございました。